久米島空港は沖縄県島尻郡久米島町にある地方管理空港である。年間利用客数は合計25万7311人。沖縄県内では那覇空港、新石垣空港、宮古空港に次いで4番目に多い。数日後の引退が迫った同空港の DHC-89300、2018年1月27日。 旅客ターミナルビルの設置及び運営は、自治体と運行会社及び、金融機関、電力会社及び、地元企業、漁協などが出資した、久米島空港ターミナルビル株式会社が行っている。久米島空港付近の空中写真。滑走路、延長線2 0 0メートルの頃。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 1977年撮影の4枚を合成作成。小型ジェット機が離着陸可能な施設を整えている。運行本数、所要時間、料金等の詳細は、該当項目や公式サイトなどを参照。AB、令和元年関内空港の利用外教習計表。国土交通省大阪航空局。P7、2021年2月14日時点の。 オリジナルよりアーカイブ。2021年2月14日閲覧。ラック、日本最後の DHC-8900、JA8935 を、抹消シーサート層も消滅。https、f i g h t i m .jp、エアライン、リューキウェア、コミューター、ニュース、アーティクル、86506?ABCD 沖縄健康者等外閣団体の。 海洋調唱機縄県第20期事業報告書平成27年度事業海洋6従業員の状況久米島空港タミナルビル株式会社 http コロンスラッシュスラッシュ kumejima-airport.co.jp、e、スラッシュ wp コンテントシームズ久米島イメージ図ケ算二 20pdf 日本トランスオーシャン航空の機材、乗務員による運航久米島空港発は、給油設備がないため、那覇空港経由。2007年から2009年は9月末まで運航されていたが、2010年以降は、毎年7月中旬から8月末までの運航に短縮された。第20期事業報告書平成27年度事業、概要。 一事業の結果を予備成果、久米島空港タ。ミナルビル株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ kum e j i m a a i r p o r t c o j p スラッシュ wp コンテントシームズ久米島イメージズ今朝 20pdf この記事は以下のカテゴリでも参照できます。久米島空港ターミナルビルに関するカテゴリ ありがとうございます。